こんばんは、坂亮です。今日はこちらアサネルさんで買った限定文具セットを紹介します。ただちょっともうこれどうやら完売したようなので、今から欲しいっていう方にはちょっと申し訳ないんですけれども、紹介動画ということでお許しください。はい、一応ね、X とインスタに写真を載せるのに開けたんですけど、こっちでした。はい、こんなにねたくさんあるんですけれども、一つずつ紹介していきますね。これが確かセット内容でした。はい、私とあなたの間にある優しい小さなことというシリーズの限定文具セットです。そもそもが多分このユニボール1にこの言葉をねプリントしたもの、それが多分まあメインになってると思うんですけれども、私この前ね動画に出しましたけれども、よいしょ、こちらですね、ユニボール1のフィーカカラー、ポピーレッドとカプチーノブラウンとネモフィラブルーですね。これチャームがついてるんですけど、あとねちょっともう閉まってますがマステ素材のシールもついてたんですけれども、このまず限定セットですね、これを買いまして、でこちらもねヨドバシとロフトのネットストアはもうちょっと完売してるみたいで、あとは実店舗でまあ欲しい方はね在庫があるところをまあ探して買っていただくことになると思うんですが、まあ、まずこれを買って、でこのユニボール1フィギュアカラーの書き心地と色がとても気に入ったんですね、今更ながら。はい、そしてあと4色あるということでどうしようかなって思ってたんですけれども、結局動画でもねどうしようかなって言ってましたけど、結局買ってしまいました。はい、でまずはマンゴーオレンジですね、今日もラッキーがいっぱいって書いてあります。そしてアボカドグリーンが一人じゃないって信じてる。はい、でプラムパープルが席は用意されているですね。でセサミグレーが窓の外遠くを見てで書いてあります。これはねチャームはついていないんですけれども、はい、こんな風にゆるい言葉っていうのがプリントされています。はい、でこれはそのユニボール1フィーカカラーのカラー見本カードを自分で作れるやつですね。はい、7色分あります。そして次がこちらですね、文字を書くだけ手帳といって、これはねこの単品で販売がされてると思うんですけれども、ちょっと開けてみましょうか。非常に小さい手帳です。はい、表紙はそうですね、ちょっと分厚い厚紙っぽい表紙なんですけど、これねもうこうやってイラストが入ってるんですよね、全ページにこうやって書
カラーでねイラストが入っていて、なのでコラージュとかデコとかしなくても、あとは文字を書くだけでいいっていう、そんな手帳です。はいね、これ私本当に絵を描くのも苦手だし、まあ、描けないし、でちょっとねセンスがないので、シールとかスタンプとかマステとかもねいい感じに貼れないんですよね、うん、なのでこれは本当にもう文字だけ書けばいいので、まさしく私みたいな人にぴったりの手帳です。はい、であとはねスタンプ、まずはゆるい言葉、はい、これは席は用意されていると、一人じゃないって信じてるっていうのがスタンプになってますね。はい、そしてこっちがちょっと可愛いんですけど、見えるかな、これがお買い物へ行こうおばけちゃん、こっちがお買い物へ行こうタレミミさんのスタンプです。ちっちゃくてちっちゃくて可愛いです。はい、あとこれがねカスタマイズシールシートですね。さっきの手帳にもこの絵がありましたけどね、はい、もったいなくて使えない気がするけどシールです。はい、それから一筆線が10枚入っています。これは、はい、表がこんな感じで裏がこんな感じです。はい、特にあの線は入っていません。はい、一筆線ね10枚も入っています。これはそうね、あの1、2枚残してあとは使えるかなって感じです。はい、こんなにねたくさん入っていました。大丈夫かな。はい、であとね紙物こんな感じで、これもちょっと開けてみますが、まずこのステッカーね、鉛筆を持ってるお化け、これはあのこちらの3本を買ったことでいただきました。はい、かわいいですよね。3枚あるから1枚は使えるかなって思います。でこれはショップカードですかね。はい、こちらもね素敵なカードなんですけど、これは、まあ、あの買いましたっていう備考欄にねメッセージを書いてたので、それがありがとうございましたということでした。はい、であとこれはねポストカード、素敵ですよね。飾っておこうと思います。はい、でこれもとってもね素敵な、はい、カードなんですけど、こっちはアサネルさんからの、まあ、近況報告みたいなことが書いてあります。とっても素敵です。はい、これは、まあ、注意事項ですね。はい、それでも素敵ですね。はい、というわけでちょっともうね結構悩んだんですけど、あの買おうかどうしようかってね。それは、まあ、なぜかというと、あのこのユニボール1は欲しいんだけれども、スタンプをね使うかなと思って、それで悩んでたんです。あの私ねラバースタンプとかの動画も上げてますけど、なかなかね使う機会がないんですよ。普段のフリクションスタンプは使いますけど、手帳にあのインクをこうつけてねするスタンプはなかなか普段は使えなくって、休みの日とかにこうまとめて
隙間とかにね押そうかなと思うんですけど、それもなかなか叶わなくってっていう感じなので、ちょっと悩んだんですけれども、はい、買ったからには使おうということで買いました。はい、それではどうしようかな、この4色ね試し書きしてみたいと思います。ちょっと一旦お片付け、あ、そうね、このカラー見本カードもねちょっと後で作りましょうかね。はい、書くのはこちら丸々のスパイラルノート英語サイズです。先日これね、この3本は試し書きをしましたので、今日はこっちの4本ねやりたいと思います。はい、まずはこのマンゴーオレンジですね。私前回のそのアサネルさんのユニボールワンを紹介する動画で、このユニボールワンフィーカカラーって実物を見たことがないって言ったんですけど、昨日ですね文具店に行って探しました。そしたら、まあ、気づかない理由が分かりました。ユニボールワンって普通の通常の定番の色と、あとそれ以外にフィーカカラーと Fっていうやつと、あと限定カラーですね、そういうのが多分あると思うんですけど、私の記憶が正しければ、このフィーカカラーはね定番カラーと同じところになんか本当に特に目立つあのポップとかもなく、普通に普通にありました。まずそのユニボールワンコーナーみたいなところで定番のところに一緒に並べてあって、どちらかというとユニボールワン F とそれから限定カラーがまあね、あの売り出しみたいな感じで、その後あの普通にただボールペン売り場に行ったんですね。ずらーっとあの並んでてこう立ててありますよね。そしたらそこにもねあの普通に立ててありました。だから気づかなかったんだなと思って、はい、まああったんですけども、私ねこれ買っちゃったので特に、はい、買いませんでしたが、前回どうやって書いた、アサネルユニボールワン、そう、じゃあ今回もそうやって書きましょうかね。あ、これもいい色だ。マンゴーオレンジ、の 0.5 ですね。 0.3 もあるんですかね。はい、で、メッセージは今日もラッキーがいっぱい、はい、オレンジ系はねやっぱりなんかこう元気な気持ちになれますよね。あ、薄いかもしれませんけどね、あのそちらからあの画面だとね、はい、私にはとってもいい色に見えます。次がアボカドグリーン、あ、これはまた私好みのくすんだグリーンですね。
出会えなかったんだフィーカカラーって感じですけど、これいいなすごく。でアボカドグリーンは一人じゃないって信じてる。はい、あーすごくいい色これそしてプラムパープルですね。おお、これもね、なんか紫ってやっぱりこう紫って感じが何を言ってるんだかですけどしますけど、お、飛んできた。これはあ、こういう紫があるのねって、ここ 0.5 カップ忘れてた。これもいいですね、落ち着いた、落ち着いた紫で。席は用意されている。はい、うん、このプラムパープルもとってもいい色。はい、最後がセサミグレーですね。すいません、なんかもうちょっともうちょっと丁寧に丁寧に書きたいのですが急いでいます。はい、あ、いいですねこれもね、グレーのね、窓の外遠くを見て、思ってた通りいい色でした。4つ、この4色もね、この3色もとってもいい色で気に入ってるんですけど、これねもう気に入ってて、あの机の上のペン立てに3本とも立てて使ってるんですが、あの無印のねパスポートメモは家置きの何でもメモ帳に今してるんですけど、すっごく書き心地がいいんですよ。このスパイラルノートよりも相性が合うのかな、書き心地がいいです。はい、無印のノートの紙ってそんな特別な紙ではないと思うんですけどね。はい、これもすごく、このいや良かった買って7色ね全部揃いましたけど良かったです。はい、じゃああとはせっかくなのでこの余白にねスタンプ押してみましょうか。もったいないんですけどね、なんか汚れちゃうからねもったいないって思うけど、はい、押してみます。インクはね今日はこれ使います。バーサマジックのデュードロップ GD の091って何だったっけ、なんとかブラックかなはい、もうちょっと使ってみますね。汚したくないんだけどなはい、これは一人じゃないって信じてるの方ですね。あ、は
い、綺麗に押せました。次が席は用意されている。はい、はい、これも綺麗に押せましたが、見えますでしょうか。はい、そしてお買い物へ行こうおばけちゃんですね。今日ね、今日じゃないか、昨日10月4日の夜になんかまた新しいのが販売始まってましたね。あ、かわいい。そしてタレミミさんお買い物へ行こうの、あ、これもかわいい。はい、押せました、押しました。はい、見えますかね。はい、またこれね、あのこの部分の画像をブログの方に載せますので、数日経ったらブログに遊びにいらしてください。はい、というわけで今日はアサネルさんの限定文具セット買いましたの紹介でした。残念ながらね、あの完売したということで販売終わってるんですけれども、またね、再販してもらえるといいなって思っています。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもいつもありがとうございます。とても励みになっています。あと私は、ブログ、X、旧 Twitter ですね、Instagram、スレッズもやっています。概要欄にリンクを貼っていますので、遊びに来ていただけると嬉しいです。最後にちょっと、全部並べてみようかと思っていますが、はい、こんな感じで、はい、それではまた。